はい、こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、前回に引き続きお酒の話をしていきたいと思います。日本酒の、話になるんですけれども、前回ですね、その料理に使うんだったらどういうお酒にしたらいいか、酒、醤油、みりん、砂糖、塩、味噌とかですね、そういった和食に使っていく基本的な調味料の中にあるお酒についてのお話です。で、料理酒と日本酒ってどう違うのかとかですね、料理に使うんだったら純米酒がおすすめですよというお話を前回させていただきまして、で今回はですね、この日本酒が、調理にどういう効果をもたらしてくれるのかというところのお話をしていきたいと思います。なぜその和食を作るときに酒を入れるのかですよね。その酒を入れることによって、普段なんとなくですね、そのレシピ通りに、酒とみりんと醤油とっていうふうにこう入れている方も、多いとは思うんですけれども、その酒を入れる意味ですね、酒を入れることによってその料理にどういう変化があるのか、効果があるのかというところをお話ししていきたいと思います。ということで、全部でですね、大まかに 6個項目を挙げてみました。まず1つ目からですねいきたいと思いますが、まずはですね、やっぱりこの味を染み込みやすくするという、働きがあります。料理にですね、この素材に対していろんなこう味付けをしていって、でその素材に味を染み込ませていくということが大事になってくるんですけれども、アルコールにはですね、その高い浸透圧がある、ですね、浸透圧じゃなくて浸透性ですね、高い浸透性があります。アルコールは素材にこう浸透していく力が高いんですよね。なので、例えば煮物とかを作る時にですね、最初にアルコールを入れていくことによってその食材に味が染み込みやすくなるという現象が起きます。要はその、芋なら芋にですね、最初にアルコール、お酒ですね、お酒を入れて、で、浸透性をこう高めてくれる、そのアルコールがこう最初に入っていって、でその後に醤油だったりとか、いろんな調味料を使っていくことによって、その後から入れた醤油とかの味が素材に、芋なら芋に染み込みやすくなるという働きがあるんですよね。なので酒っていうのは結構最初の方に入れることが多いです。はい、そして、2つ目ですね、臭みを取るという効果もあります。特に魚介類ですよね、魚とかって結構臭みが強かったりすると思うんですけれども、こういう魚がありますよね、これ魚なんですけど、魚がその臭い、原因となっている物質っていうのがこのアミンという物質なんですよね。この臭み成分であるアミンっていうのは、揮発性がある成分なんです。で、そのアミンがですね、なくなれば臭みが緩和される、取れていくということになるんですけれども、日本酒は、アルコールを持っているんですけれども、日本酒が持っているその、カルボニル化合物っていうのがそのアミンと結合して、反応して臭みを取っていくという、働きになるわけなんですけれども、この、最初ですね、このもともとその魚の中に存在しているアミンというところに、ここにアルコールを入れることによって、ここにアルコールを入れていくんですね。そうするとこのアルコールとこのアミンがピタッてくっつきます、結合するんですね。でくっついて、でくっついた状態で、でこのアミンっていう成分は揮発しますよね。でもちろんアルコールも揮発します。何をしたら揮発するかっていうと、加熱すると揮発しますね。で、この、アミンを持っている、臭い匂い成分を持っているお魚に対して日本酒を振りますと。でそうすると、日本酒のアルコールとアミンがくっついた状態になりますよね。でその状態で
魚を焼きます、加熱しますよね。で加熱するとこの、揮発性のあるアミンとそのアルコールがくっついているものが、加熱することによって、まあ、揮発しますよね。アルコールが飛ぶとかってよく言うと思うんですけども、加熱することによってアルコールが、まあ、飛んでいきますと。で飛んでいくときにこのくっついたアミンも一緒に飛んでいってくれるっていう感じなんですよね。なので、まあ、最初にですね、お魚とかそういった臭い匂いがするものにアルコールを振っておいて、でその状態で加熱することによってアミンも一緒にその加熱して日本酒のアルコールが飛ぶときに一緒にアミンも飛んでってくれるよというところで臭みが取れるというわけなんですね。はい、そういった形で臭みを取ってくれる効果がありますと。で3つ目が素材を柔らかくするという効果ですよね。でこれはですね、そのまたこれアルコールの作用によるものなんですけれども、アルコールの作用によってですね、この肉の筋繊維ですね、肉ってこう筋の筋肉、まあ、筋繊維がいっぱいバーってこうあってですね、まあ、それを切ると柔らかくなったりとかするんですけれども、その肉の筋繊維がですね、やっぱり硬くなると肉ももちろん硬くなります。でそこにですね、まあ、水分があるわけなんですけれども、アルコールの作用によってここに肉のこの筋繊維にある水分の保水性を高めてくれるという効果があります。でそれによってあの筋繊維が保たれて素材が柔らかく仕上がるということになります。はい、そして続いて、4つ目ですね。4つ目は、焼き色と香りをつける効果といったところですね。まあ焼き魚とか、何でもいいんですけれども、いい焼き色をつけたりとか、あとはいい香りをつけるという効果が実は日本酒にはあるんですよね。日本酒にはですね、このアミノ酸だったり糖、これがまあ含まれています。成分としてですね、アミノ酸とか糖分っていうのが含まれています。でそのアミノ酸と糖がくっついて起きる化学反応っていうのが、このアミノカルボニル反応というものがあるんですよね。まあ、それ何かっていうと、別名メイラード反応とも言うんですけれども、このメイラード反応が起こることによって、すごくこう美しい焼き色がついたりとか、まあ香ばしい香りがついたりとかするわけなんですよね。要はそのアミノ酸と糖がくっついて、まあ、それ加熱することによってまあ強まるんですけれども、そのことをまあメイラード反応と言いまして、メイラード反応が起きると、要は元々の素材の色がちょっと濃くなるというか、まあ、茶色くなる、褐色するということが起きるんですね。なのでもともとこう何て言うんですかね、白い色だったものもちょっと茶色っぽくなったりします。加熱すると茶色っぽい色になるものっていろいろあると思うんですけれども、それがまあいわゆるメイラード反応が起きているという状態なんですね。でメイラード反応が起きることによって色も褐色しますし、あとはいい香りがついてくるんですね。ちょっとまあ焦げるまではいかないんだけれども、香ばしいような香りをつけるという作用もあります。まあ、そういったところで、まあメイラード反応によって、焼き色、美味しそうな焼き色と、美味しそうな香りがつくというわけなんですよね。なのでやっぱりこう魚とかもですね、焼く前に日本酒をちょっと一振りしてから焼くといいということになります。はい、そして続いては、5つ目、隠し味とか旨味をプラスしてくれるという作用ですね。日本酒のエキス分には、先ほども言ったように糖分とかアミノ酸というのが、いっぱい入っていまして、でそれによってまあ旨味とか、甘味というのも料理につけることができるというわけなんですよね。で、ここでこのグルタミン酸とかイノシン酸っていうのがまあちょっと関わってくるんですけれども、日本酒にはですね、旨味成分であるグルタミン酸がまあ入っているんですよね。これ前回の時も言いましたけれども、種類によってはあまり入ってないものもあります。
で、種類によってはまあまあ入っているものもあるというところで、もう選ぶ日本酒によってそのグルタミン酸の含有量っていうのはすごく変わってくるんですけれども、まあ、料理に使うおすすめの純米酒なんかにはグルタミン酸が入っています。で、まあ、グルタミン酸っていうのは旨味成分なんですけれども、旨味成分のアミノ酸なんですけれども、もちろんそのグルタミン酸オンリーでもすごく美味しい味、旨味っていうのが出すことができるんですけれども、グルタミン酸にさらにこのイノシン酸っていうですね、旨味成分を足すと、それ相乗効果によってこうより美味しい旨味を感じることができるわけなんですよね。で、このイノシン酸っていうのはですね、例えば鰹節とか、まあ、そういったものに多く含まれていますので、なのでこの和食を作る時にですね、日本酒を使ってさらにそれをまあ鰹だしと合わせるっていうことをすることによって、こうよりですね、グルタミン酸とイノシン酸の相乗効果によってうまみが増すということが起こってきます。なので、まあ、もちろん日本酒を使うだけでもいいですし、さらにそこに鰹だしを使っていくっていうことで、まあ、隠し味とかうまみを よりこう、プラスすることができるということになります。そして最後6つ目ですね、煮崩れを防ぐということもしてくれるんですよね。で、これもやっぱり日本酒に含まれているアルコール成分が関係してくるんですけれども、そのアルコール成分っていうのはペクチンを強化するという働きがあります。で、そのペクチンっていうのはその細胞同士をこうつなぐような役割をするんですけれども、まあ、加熱をすることによってその食材、もともとの食材に含まれている、その細胞の細胞壁っていうのが壊れていって、まあ、そこからですね、澱粉質とか、タンパク質とかそういったものがまあ流出、どんどん煮汁とかに流出、していくんですけれども、そういったものをアルコールが防いでくれるという効果があります。なので、煮物を作るときですね、最初にアルコールを入れることによって、煮崩れを防止してくれるという効果があります。なので、こう煮物とかですね、煮崩れ、あの里芋の煮転がしとかですね、そういった煮崩れさせたくないっていう、煮物の場合は、最初にやっぱりこう日本酒とか、まあ、みりんとかですね、アルコール分を入れていくといいといったことになります。はい、ということで、まずざっとですね、代表的なこの日本酒の調理効果っていうのを解説してきたわけなんですけれども、やっぱりですね、そのただ単に入れればいいっていう感覚ではなくって、まあ、こういった作用がある、だから入れるんですよということを知っているとですね、やっぱりその入れるタイミングとかを見極めることができたりとかですね、まあ、どれぐらいの分量を入れたらいいのかとか、あとはまあどういう日本酒を選んでいけばこういった効果が最大限に得られるのかとかですね、まあ、そういったことが分かってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、こういったことを参考にしていただいて、料理に日本酒をどういうふうに使っていくかということをですね、やっていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回は、料理に日本酒を使うと、どういう効果があるのかということを解説してきました。で、次回とかもまたちょっとシリーズで日本酒の話をしていこうかなと思うんですけども、ちょっと次回からはですね、もう本当に飲む用の日本酒についてのお話に入っていこうかなと思っておりますので、まあ、日本酒が好きという方はですね、次回からも、お楽しみにしていただけると、嬉しいです、ということで今回は以上となります、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。